はい、こんにちは。116インズです。さて、数日前に昨年までカージナルスなどで活躍したリリーフピッチャーアンドリュー・ミラーが現役引退を表明しました。ミラーは2006年の MLB デビュー以降16シーズンメジャーでプレーしたピッチャーで、昨年はカージナルスで40試合に登板し防御率 4.75。彼の全盛期を考えれば少々物足りない成績で、今年の5月には37歳と徐々に年齢による衰えも見えてきているような状況でしたね。残念ながらかつての輝きはもう失われてしまった印象があり、またカージナルスとの契約も昨年限りで満了し、FA となっていたことから今後どうするのかなと思っていたところ引退を選択したと。2010年代を代表するリリーフの一人で、特にポストシーズンでの圧倒的な投球はリリーフピッチャーの在り方をも変えるくらいの大きな存在でしたが、ミラーもついに引退かという寂しさも混じった気持ちが個人的には強いですね。今オフはポージーやシーガーなど MLB デビュー時から活躍を見てきた選手たちが次々引退していますので、なおさらそういった気持ちが芽生えている気もします。2010年代メジャー屈指の左のリリーフとして活躍したミラー、ヤンキースのブルペンの中心として活躍していた時代と、その後のインディアンス時代がやはり個人的には非常に印象が強い選手ですかね。2015年はヤンキースのクローザーとして60試合に登板し防御率 2.04、36セーブ。2016年はヤンキースとインディアンス2チームでプレーして70試合で防御率 1.45。2017年も変わらぬ支配的な投球で防御率 1.44。どうやって打つんだと思ってしまうくらい変化するスライダーを武器に三振の山を築きまして、2013年以降4年連続で奪三振率が14を超えるとか本当に意味不明です。またミラーは勝負強さも兼ね揃えたピッチャーで、ポストシーズンでは通算38回3分の2を投げて防御率 0.93。一番抑えてほしい場面で仕事してくれる選手こそがミラーであり、後でも触れますがインディアンス時代の2016年ポストシーズンでの大活躍はもはや伝説でしょう。ブルージェイズとの ALCS では MVP も受賞しました。しかしミラーのキャリアは必ずしも順風満帆というわけでもありませんでした。ノースカロライナ大学チャペルヒル校から2006年ドラフト全体6位指名をデトロイトタイガースから受けてプロ入りを果たすと、8月下旬のマイナーデビューからわずか10日後にメジャー昇格。彼の代名詞でもあるスライダーの評価がこの当時から高く、左のエース候補として高い期待を受けていましたが、ただデビューした2006年は8試合で防御率 6.10、翌2007年も防御率 5.63 と目立った活躍はできませんでした。プロ経験の浅さもそうですが、制球にまだまだ課題が多く、2006年は10回3分の1で与四球10個、2007年も64回で与四球39個と、プロで通用するほどのコマンドがまだなかったのが大きな問題となっていましたね。で、2007年オフ、ミラーはミゲル・カブレラ、ドントレル・ウィリスが絡む大型トレードで当時のフロリダ・マーリンズへ移籍します。カブレラ・ウィリスという当時のマーリンズが誇る2人のスター選手に対するマーリンズ側への見返りの中心がミラーと、今年のオフに引退した外野の有望株キャメロン・ベイビンだったのが懐かしいですね。コマンドに難はあるものの、マーリンズとしてはミラーのエースポテンシャルを買った格好でしょう。しかしミラーのコントロール問題はマーリンズに移籍してからも解決せず、移籍初年度の2008年はキャリア最多となる20試合先発を含む29試合に登板して防御率 5.87、2009年も防御率 4.84 で伸び悩む状態が続いていました。2010年はミラーのキャリアの中でもどん底の1年で、開幕ロースターに入れずかなりの時間を AA で過ごすことになると、18先発で防御率 6.01、85回3分の1で61個もフォアボールを与える大荒れの状態。ドラフトトップ10指名を受けたたった4年後にマイナーでストライクを投げるのに苦労している有様は、マーリンズフロントとしても失望が大きかったのでしょう。この年のオフにミラーはレッドソックスへトレードとなり、そこでも先発として結果を出せず、完全に先発投手失格の烙印をされてしまいます。2012年レッドソックスの開幕ローテーションに入れなかったミラーは、主に左のワンポイント要員としてブルペンに完全転向。これが彼のキャリアの転機となりましたね。先発時代と比べて球種を彼の武器であるスライダーと速球のほぼ2球種に絞った投球スタイルへシフトすると、次第に結果が出るようになり、ブルペン1年目は53試合の登板で防御率 3.35、左バッター相手の非 OPS はわずかに4割2分9厘と左キラーとして活躍します。特にブルペンに回ってからミラーのスライダーが魔球と呼ぶにふさわしいボールとなりまして、2014年の被打率が0割8分1厘、2015年は0割9分2厘と2年続けて1割を下回り、それと連動するかのように投球成績も向上。2014年オフに4年契約で加入したヤンキース1年目は冒頭でも触れましたが、チームのクローザーとして活躍し防御率 2.04、36セーブ。2016年はチャップマンが加入したのでセットアッパーとしての起用が増えましたが、そこでも結果を残し、この年のトレードデッドラインで AL 中地区首位を走るインディアンスへとトレード。クリーブランドでもミラーの存在は非常に大きなものとなります。ミラーは2016年のインディアンスブルペンのジョーカー的存在として、特にポストシーズンでフル回転。当時のインディアンスはクローザーにコディ・アレンがいたため、9回に出ることは基本的にはなかったものの、それ以外の場面、試合中盤の5回から終盤の8回まであらゆる場面で、フランコーナ監督が必要と判断した場面でミラーはマウンドに上がりまして仕事をこなしました。こちら2016年ポストシーズンにおけるミラーの試合別の成績ですが、登板した10試合すべてが回またぎでの起用で、失点したのがワールドシリーズでの最後の2登板のみ。さすがにワールドシリーズまで来るとミラーといえど、疲労も隠せなかった感じでしたが、そこに至るまでの投球はまさに圧巻の一言でしたよね。彼のキャリアのハイライトの一つでもあるブルージェイズとの ALCS では、4試合7回3分の2を投げて打たれたヒットはわずかに3本、25人の打者と対戦して14奪三振。当時のブルージェイズはジョシュ・ドナルドソン、ホセ・バティスタ、エドウィン・エンカーナシオンを中軸に据えたリーグ屈指の攻撃陣を誇ったはずなんですが、そのチームでもミラー相手に全く歯が立たなかったと。シリーズ通してブルージェイズに流れが傾きそうな場面もいくつかあったんですが、そこでミラーが出てきて勢いを断ち切っていった、流れを渡さなかったのが印象的でしたね。ミラーが投げた試合でインディアンスが全て勝利し4勝1敗でこのシリーズ終わっていますが、終始シリーズの主導権を握れたのが効きましたし、その立役者となったミラーが ALCS MVP を受賞。クローザーでないリリーフピッチャーがポストシーズンの MVP を受賞したのは、1990年レッズでプレーしたロブ・ディブル以来史上2人目の出来事だったそうですが、ALCS でのパフォーマンス考えたら納得の受賞です。また、ブルペンのジョーカー的な活躍を見せたこの年のミラー以降、特にポストシーズンでは厳しいシチュエーションで躊躇せず、いいリリーフピッチャーをイニング関係なくどんどん投入していくチームが増えていった印象ですが、リリーフのあり方をも変える活躍を見せたとも言えそうですね。という具合に MLB 屈指の左のリリーフとして活躍したミラーですが、グラウンド外では選手会役員としても活躍しました。先日まで続いた労使交渉では、メッツのマックス・シャーザーと共に選手側のリーダー的な役割を担っていましたよね。2022年シーズンを前に引退することになったため、今回結ばれた新しい労使協定の恩恵をミラーは全く受けることなくユニフォームを脱ぐわけですが、それでも交渉に尽力したその姿は、野球選手かどうか以前にかっこいいなと素直に思いました。普通は自分のことを一番に思う人の方が多いでしょうし、引退の選択肢が彼の頭の中にあったのであれば、新しい労使協定で選手の待遇が改善しようと、自分には関係のないことと内心思っても仕方ない気がするんですが、ミラーはそうではなかったと。これは誰にでもできることではないと思うんですよね。選手会が要望していたことの全てが今回の労使協定で叶ったわけではないにしても、年俸調停の資格をまだ得ていない選手に対するボーナスプール制度の設立や最低年俸の大幅引き上げは、若い選手たちの待遇改善への大きな一歩となりましたし、今後の世代にもプラスの影響をもたらす変化です。リリーフピッチャーの起用に革命をもたらし、そして次世代の選手のためにも尽力したアンドリュー・ミラー。彼の第二の人生が素晴らしいものとなることを祈っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。